まちこっちチャンネル始まるよ。皆さん、まちこっちチャンネルにようこそ。はい、今回はですね、私がデビュー日生配信でパクパク食べていたお菓子スナックミーさんを紹介したいと思います。なんかこうやって企業さんの紹介する動画って意外に初めてだったなって思って、そう、スナックミーってなんぞやっていう方もいらっしゃると思うんですけど、スナックミーは自然派のお菓子のサブスクになっておりまして、まあ、ワクワクおやつの定期便ということで、頻度は1ヶ月に1回か2週間に1回選べるサービスになってるんですけど、すごく私もこうやって30を過ぎて、もちろんお菓子もすごい大好きだし、ジャンキーなものってすごい好きなんですけど、やっぱり年を重ねるとね、全部そういうもので固めちゃったら本当に、まあね、体型管理もそうですけど、ちょっと体にもね、あんまりいろいろ優しくはないんだろうなっていう気持ちがいつもあって、後ろめで おやつを食べるためにやっぱりちょっと罪悪感があったりするんですけど、スナックミーの特徴はまず種類が豊富っていうところで、一つずつが食べきりサイズということですね。ちょうどいい量なので食べ過ぎないっていうところも健康的だと思うし、あとこれが一番ね、全部のおやつが人工甘味料だったり合成香料だったり合成保存料や漂白剤などが不使用、要はナチュラルな素材からできているので、体にも心にも、そして我々のような大人、そしてもちろんお子さんにもとても優しいなっていうのは思います。そしてこの定期便って言っても、自分の好きなものが来なかったら意味ないじゃんっていうのが結構懸念点だとは思うんですけど、スナックミーは事前にアンケートに答えられるんですよ。おやつ診断っていうものがあって、そこで自分の好きなもの、苦手なものっていうのを、まあ、アンケート形式で答えていって、その食べ物の種類だけじゃなくって、成分、乳製品はちょっと控えたいなとか、カフェインちょっと控えたいなっていうなんかものもその項目の中にあって、それでなんか自分にぴったりのお菓子を選んでくれるっていうのもすごくいいサービスだなって思いました。そういうところも特徴かなって思います。せっかくなんで、そのおやつ診断を実際にやっていきたいと思います。やっぱりどんな感じなのかっていうのを分かった方がいいもんね。このトップ画におやつ診断っていうボタンがあるので、そこを押していきます。それとリスがね、好みを教えてくれたら好みのところからセレクトするよ、さあやってみようって言ってくれます。こんにちは、今回担当させていただくリッツです。世の中におやつってたくさんあって、眺めるだけでも幸せな気持ちになりますよね。ここからいくつかの質問に答えてもらえると、リッツがあなたにおすすめのおやつをご提案します。もう今の時点でリッツはいっぱいおやつを考えてくれてるよ。おやつの番人だね。かわいい。今食べたいかどうかを直感で選んでタップしてね。ほい、早速始める。あ、そういうことね。今から画像が出てきて、それがまあ食べたいかあんまりかっていう二択だけれども、まあ要は自分の好みか好みじゃないかっていうのを、その写真と一緒に調べれる、写真と一緒にアンケートに答えられるみたいです。ほっくりスイートポテト食べたい。ブルードネージュショコラ、私はショコラが大好きなので食べたい。ココアフィナンシェチョコ食べたい。アールグレイミルクティークッキー、紅茶風味大好き食べたい。プレミアムドライパイン、ちょっと私は、フルーツが苦手だからあんまり。枝付きレーズン、フルーツあんまり。ビューティーサプライ、ナッツ系もちょっと苦手、あんまり。そら豆チップス、燻製黒胡椒、なるほどね、食べられるからどっちにしようかな。とりあえず食べられるけど
あんまりっていうのにしとこうかな。そしておかき揚げチーズ食べたい。野菜カリカリスティックごぼう食べたい。ふむふむ、だいぶ分かってきたよ。リスが悩んでおるぞ。あとは苦手な食べ物などを教えてね。サービス開始後にも細かく設定できるよ。なんて優しいんだ。お、ここに来るとあの苦手なものとかは選べるみたいですね。私はコロナ禍だったらシナモン以外ちょっと苦手なので、それ以外は全部タップします。 NEXT で成分、さっき言っていた成分ですね。私は特に乳製品、小麦、動物性、卵、アルコール、カフェイン、特にそんなに気にしてはないので食べるに全部しときます。まあ、人によってはね、苦手だよとかアレルギーだよっていうのもあると思うんで、そういうのでここで選べたりするかなって思います。でもちろんアレルギーをお持ちの方っていうところの文書もあるので、そこをよくご確認の上アンケートに答えてもらえたらなって思います。じゃあ NEXT で最後にスナックミーのおやつボックスが来たら誰と食べたい。まあ、自分用か、まあ、友達と一緒に食べるかだよね。もうとりあえず一択なんだったら自分用にしときます。 NEXT。 お疲れ様でした。あなたの好みが分かってきたからおすすめのおやつを用意するね。外れたらごめん。かわいい、いいよ許す。こんなに真摯になって選んでくれるんだもん。リスがリスのおすすめおやつをセレクトしたよ。気になるおやつのハートをタップして、リクエストしてねって。あ、ここで自分のなんか好み、これも食べてみたいっていうのも選べるし、この段階でハートがついてるのはさっきのアンケートをもとにリスが選んでくれたものにハートがついてるみたい。じゃあどうしよっかな。お、精米一口揚げ明太バターうまそう、ハートを送っとこう。で、精米一口揚げ白醤油バター、白醤油うまそうな響きだね。やい。で、アーモンドココアクッキー、私アーモンドはそんなに得意ではないんですけど、別にアレルギーとかではないし、なんかほんのちょっと入ってるのは全然いけるんで、これも食べてみたいな。あと、あ、パスタスナックだって。パスタスナック好きなんだよな。コンソメほうれん草、何うまそう。あと健康、あとはマドレーヌもいいね。ちょっとパパパーっとやっちゃおう。チョコ類と幸せのリスナジッポだってネーミングがかわいいな。100種類以上あるっていうことはこれ以外にもいっぱいあるってことよね。でこれからなんか始まったらもっともっといろんなものからリクエストが送れるってことかな。よし、あ、更新しちゃった。次へに行きます。マーニング、あ、2段階のアンケートを経てここから購入手続きに行くっていうことですね。で、私は先日もうね、スナックミーさんのアンケートに答えて自分好みのお菓子を選んでもらいました。なんかこのボックスのね、柄もなんか種類違うんだって。じゃあ早速開けていきたいと思います。わっ、中身はこんな感じになっていて8種類のおやつが入ってます。うー、今回、まあ、私がね、フルーツが苦手っていうものもあるんですけど、ちょっと結構チョコレートとか焼き菓子とか、今回来たのはまず粉コーパスタスナック桜コアミ、美味しそう。精米一口揚げ白醤油バター、美味しそう。シンプルクッキーだって。シンプル美味しいね。アーモンドココアクッキー、私ね、このくらいのアーモンド系はいけるのですごく美味しそう。発酵バター香るちっちゃなカフェラテパイ、パイだって。パイはもう大好きよ。枝豆クラッカー、枝豆のクラッカーなんてものがあるんだ、すごい。さつまいもチップス、シナモンシュガー、甘い感じのチップスなのかな。最後は濃厚ショコラタルトというラインナップになっています。いや、もうどれから食べようかな。これを撮影している
られているってだけでなんか罪悪感はなくなりますよね。じゃあちょっと私はパイ女子なのでちょっとパイをいただきたいと思います。いやどうしてこの真夜中っていうものはお腹が空いてまうんでしょうかね。いただきます。すごい一口サイズで可愛い。時折ね自分の苦手なものが入っていたりすることもあるんですって。でもそういう時はこれ苦手だな、これ食べられないなっていうおやつがあった場合はなんかそれをサービス上で報告するとなんか割引のポイントも受け取れるみたいで、でそういうもの情報から、まあ、今後ねなんかいろんなお菓子であこれ美味しそうとかなんか評価システムっていうものもあってそういうのにまた答えていくとどん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 来るたびになんか自分にぴったりなラインナップになっていくっていうものなのでなんか一緒に成長していくサービスなんだっていうところが私はなんかすごく魅力的だなって思いました。なんで私にスナックミーさん声をかけてくださったんだっていう見てくれてる人もなんでだって思うことあると思うんですけど、実はスナックミーさんはいろんな生産者さんとねつながってるんですよね。だからこういうお野菜のチップスとか、まあ、その他の原料とかもいろんなそういう農家さんだったりから仕入れて作っているっていうことなのできっと農業声優っていうところからきっと私にねお声をかけてくださったんだと思うんですよね。今回私がねフルーツが苦手っていうことだったのでフルーツ関係のおやつは全然私のスナックミーには存在してないんですけど、ドライフルーツだったりいろんなねフルーツのお菓子もあるので皆さんぜひぜひアンケートやってみてください。てか私このリスが可愛かった、さっきも動画に出てきたと思うけどね。ということで